はい、本日も始まりました、コレパー放送局。はい、ということで今回は、今回もかな、はい、明日からね、2021年3月23日の火曜日、朝7時から、4月の5日の月曜日まで景品なくなり次第終了っていうやつで、コンビニのファミリーマートさんとホロライブがコラボしているキャンペーンっていうのをまたやるそうです。はい、そちらの予告っていうことで、3月23日火曜日の朝7時、こちらがホロライブのキャンペーンで、オリジナル A5 サイズ、A5 サイズのクリアファイルですね。A5 サイズっていうことは、ちっちゃくない？うん、ちっちゃいよね。そうそう、あ、今手元にないからわかんない。はい、A5 サイズのクリアファイルで、はい、そちらが対象商品3品とクリアファイルを1個、今一緒にレジまで持ってってっていうことで、6種類あるんです、6種類。6種類です。あ、レンちゃん可愛いね。はい、6種類で、ちょっとね、今回は、キャラがね、赤いハートと、祭り以外がちょっと、なんかね、わかんないんだけど、なんかもう一人知ってる子がいるんだけど、3人、4人。なんか2人知らないかなって感じがする。なんかホロライブいっぱい言いすぎて、ちょっとね、最近わかんないんですよ。うん。ねえ、フックがなんか統一性があるね。なんか白の青の線の、可愛らしいやつなんだけど、A5 サイズのクリアファイルなんで、ちょっとね、僕は今回、もうほんとクリアファイルがいっぱいすぎて、正直ぶっちゃけいらないなっていう。祭りは好きなんで、祭りはちょっと買おうかな、どうしようかなとか思ってるんですけど、はい。で、こちらが、対象商品が6種類あるっていうことで、全6種類。A5 サイズなんで、155×220 サイズだね。うん、ちっちゃいよな、やっぱりな。で、いつも通り対象商品が、これが目印ってやつね、ちっちゃいポップが貼ってありますね。それを見て、対象商品を買ってやってください。というか、今回対象商品がね、めっちゃ少ないんですよ。ロッテシリーズなんだけど、13種類。コアラのマーチ、チョコとイチゴ、発酵バター仕立てって3種類のトッポ、ノーマルトッポのビタートッポ、イチゴトッポ。で、ガーナのスリムパックとクランキーのスリムパック。で、ロッテのパイのみ。なんでパイのみってロッテって言っちゃうんだろうね。不思議じゃね今俺も言うと思ったけど、パイのみって言えばいいのにロッテのパイのみって言うんだよね。なんだろうね。なんか、パブロフの犬状態みたいな感じなのかな。よくわかんないけど。はい。で、素材を味わうガーナレーズっていう、レーズンなそれ。ミルク&ブラックっていうのと、薄巻きチョコのアーモンドチョコレート。で、シュガーフリーチョコレートとシュガーフリービスケットっていう、なんか袋タイプのやつだね。ちょっとお高めなのかね、わかんないけど。っていうやつの13種類だね、お菓子自体は。ちょっと少なめだね。コアラのマーチ以外は、ちょっと高めになるのかな。なんかわかんないけどね。うん、チョコレート自体はね、そんな欲しいもんがないんだよね。トッポぐらいかな。トッポのビターとか、その辺。うん、で、イチゴはね、練乳がね、あるから嫌いなんですよ、練乳。で、ホロライブ、ホロマートボリューム2、店頭開催記念。ホローとね、引用ツイートキャンペーンということで、直筆サイン入りの B2 サイズタペストリーが抽選で、6人。6名様に当たるっていうことで、こちらキャンペーン期間が3月23日、12時からね、こちらは12時から、4月5日、ギリギリまでということで、こちらのね、ホロマートの、確かにタペストリーはね、いいよ。うん。B2 だしね、でかいからね、728と515のサイズなんで、B2 サイズはでかいけどね。で、今回の対象の6人が、6度オープンでされて、映ってるっていう感じですね。で、こちら側さん、なんだろう、ファミリーマート公式ツイッターをフォローして待っててっていうことで書いてあります。はい、今回のね、ファミリーマートさんはもうこんだけって言っちゃうかんけど、ホロライブのキャンペーンがあって、クリアファイル、英語をもらえるよ、
でプラス、ツイートリツイートとね引用リツイートかやって、まあ抽選6名様っていうことらしいです。はい、犬神さんだったっけ、なんかキャラがわかるんだけど名前が出てこないんだよね。祭りとハートはわかる、うん、このキャラ好きだったけど名前が出てこないっていうのがいる、わからない、ドエル、なんかそんなような名前だった子いたよね。はい、そんな感じで、はい、明日ねファミリーマート、あなたとコンビニ、ファミリーマートっていうことでね、まあ、そちらファミリーマートでねキャンペーン限定ということで A5 サイズのクリアファイル、 A5 サイズかーって感じですね、まあ、祭りだけはちょっと買ってこうかなーとかって思いますけど、チョコレートが微妙すぎて、はい、そんな感じでね明日から、ホロライブ人気ですよね、絶対やばいんじゃないかなとか思うんだけど、まあでも最近ちょっとねあのコンビニキャンペーンちょっと落ち着いたかなって感じがしますね、ちょっと数が減ったなと思ってるんでここに来るんじゃないかなと、はい、そんな感じでバイバイ、ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter のフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ、バイバイ。